どうもこんにちは、よしごチャンネルのご覧の皆様、どうもお元気でしょうか。またこのコロナ禍、まあ大変なことになってますけど、今日は12月27日です。ということは、天皇賞があります。その天皇賞をちょっと当たるわけないと思うんだけど、ちょっとね暇だし買ってみようかなと思っております。現在今気持ちの中では10億持ってるんで。10億ですよね。10億、この前持ってるって言ってましたもんね。うん、10億ゲットって言ってましたね。もう買った時点でね、うん、まあ買った時点で10億なんで、はい、もうゲットしてるつもりで。たずしね、これまだ31日ですよね、発表は。そうね、もう楽しみやね。まあその前に、まあこの競馬を当てるには、はい、競馬新聞って俺買ったことないんだけど、はい、ちょっと会員に行きたいと思います。はい、それではちょっと会員行ってまいります。はい、それではちょっとしばし待っててください。会員に行く前にスタッフから、天皇賞じゃないと言われました。いかに競馬を知らない高橋良彦か。有馬記念でした。ですね、はい。それではまあいいよな、そういう、まあ、素人やから本当の、はい、だから競艇競輪もしない、仕事ちょっとしたことあるけど、うん、全くしたことないんで、そういう面では、番組でね競艇やっ買う方やってましたけど、ちょっとやったけどね、当たんない、ね、ないよ、当たんない、当たんない、外れてましたね。うん、でもまあ今日もしかしたらビギナーズラック、まあそういう面では、じゃあもう一度帰ってまいります。はい、もう帰ってきません。はい、行ってらっしゃい。どうも。ただいま戻りました。すぐ近くにセブンイレブンあるしね。そうですね、便利よね。3種買ってまいりました。3種も買ったんですか。はい。競馬8 ね、スポニチ、よく現役時に書かれた旧スポ、はい、ね、はい、これを見てもさ、わかんねえべ。それで見抜くのがやっぱり高橋良彦。もう買うのは決め、買うのは1個決めてんだ。お、2、はい、3、13、はあ、背番号2、うん、3月13日、もうこれは、はあ、もう単純でいいですね。そうそう、こう三連単でいいのかな、これ三連単、三連単、これ人気ってどこに書いてるか分かんないんだけど、ちょっと待って、ブラストワンピース、ワンピースやで。クレシェンドドラブ、クレシェンドラブ、ドラブフィエールマン、お金がフィエールマン、おお、いいね、いいでしょ。13番、フィエールマン、お金がフィエールマン、いいですね。よくわかんないですけど G1 3勝って書いてます。何が、あそこのフィエールマン、フィエールマン、ほら、おお、いいよ。マー君の一級入魂やで。ほら、マークも出てる。そうです、また関係なくないですか。田中マークですか。そう、お、田中マークと、田中マークは何て言ってるんですかね。9番、あ、そうそう、9と、はい、黒のジェネシス、9と13がいいんよ。あ、そうですか。それは俺の携帯友達情報入れたわけですよ。あ、なるほど、そうなんです。数ある友達のそう中で、はい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 、9と13ですね。これはもう買うの決まってるわけよ。もう吉井さんからしたら2、3、13ってことですもんね。それを買うのはね、はい、3連複、3連複まず、はい、これいくら買ったらいいんやろ。100円から買えるの。はい、いくら買います。200から。やっぱ自費じゃないと盛り上がらないじゃないですか。200円でいきます。他のページ読めません。いや、他のページなんか持ってるかな。27日3月生まれ、勝負ごと、はい、勝負ごと、今日はダメダメ。
ちょっと待って、ダメやんこれ。ダメスポニチは。ちょっと待って、ショボコダメやね。このスポニチはダメやね。これには合わないってことやね。待って、うわないわこれ。星占い、星占い探してたんですね。そうそう、そうそうそう。いや、300円ってまだ決めてないから、お前が決めるな。俺のお金だから。頼むよ。どんどんいっちゃいましょうよ、吉田さん。一着固定5。おお、5番って強いんですか。いや、武豊。なるほど、乗馬が。なるほど、騎手が。そういうことっすね。うん、でもこれさ、3日ぐらい前に流すなって言うけど、俺の当たり外れを流すわけ。もちろん罰ゲームも。いやだって、いや、当たる可能性大じゃないですか、こんなに買うんだから。で、最高のやっぱ年末企画ということでプレゼントも用意してますんで。ほんま？はい。俺からの？いやいやいや、俺に？もちろんですよ、ヨシヒコチャンネルのスタッフ側からちゃんと最高のものを用意しております。外れた場合はですが、ですよね、こっち側のパターンは。あー、やっぱし、やっぱ9と13がすごい強いんやって。これがただ乗ってるのが武豊さんじゃん、うん、一緒に飲んだことあるよ、武豊も。なるほどなるほど。お酒強いかんね。そうすか。ゴルフ好きだし。おー、すごい一緒じゃないですか。お酒強いしゴルフ好きことは合計、吉井子さん手出しいくら、いくら。53,600円だそうです。分かった、10億当たるんでしょ。分かった分かった、当てに行きますからね。当てに行ってないぞこれ絶対。123,000円。ああもうちょっと鬼になってますよ。サブロクの株3,000円。もういいべ。うん、いくら。65,600円。すいません、頑張れ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 。65,600円です。当たっても絶対怒らんぞ、名前たち。いや、そういう絶対絶対怒らん。当たってこれが倍になったら絶対怒ってやらん。もう俺はお前たちのこういう正直言ってこんな企画立ててと未然に、あれじゃないんやから、あの投稿見せてください。いやいや、こうちゃんといいか、はい、どっかの番組あるやん、はい、ゴチになりますじゃないけど、はい、ゴチ、はい、あ、もう待って、ゴチになりますじゃないよ、本当に。いいじゃないですか、面白い。あ、にっこりにっこりサムネ撮って。オッケー、ファイト。さあさあ、あと30分です。あと30分あと35分です。じゃあほう、はいはい、かしこまり。最低こんな企画。絶対に俺は当てます。いやいや、あかんのよこういう書き事っていうのは。しちゃう、うん、いや、まあ今日は、今日の有馬記念は多分日本の皆さんも、まあ用意どんから間違ってるかな、天皇賞ってるからな。まあほんまでも27日でそうだよな。もうでもみんな、え、明日から GoTo 中止か、東京、うんうん、そうです。でもちょっと遅いよね。そうですね、うん、もう今東京も1000人近いでしょ、福岡の方も多い、福島も多いんだよね。うん、結構全部多い、まあ、日本中今やっぱ多いですよね。本当気をつけないと、はい、とそれを当ててドカンと10億円持ってますから。いやでは、今度は仲良くなった人のパターンでも行こうか。そうですね、今度は、はい、あ、仲良かった人のパターンですね、うん、いいですね。今度高木豊君にもね、はい、コラボしたいしね。はい、連絡しましたよ。したん？ OK 出てます、高木豊と。はい、吉岡さん OK ですと。まあいつかですね。
大野さんっていうの多いんだろ。多いです、圧倒的に多いですね。でも大野さんはな、どうかな、硬いかんね。でも仲良しでしょ。仲はいい、はい、うん、逆にやっぱり野球界ですごく仲良かった人って誰ですか。では川方の絹川さんとか稲田さん、まあもちろんそこを抜きとして、その、うん、選手間としてこう、まあ他のチームだったりとかする中で誰だろう、あまり仲良くなかったからな俺ね。誰だろう、誰がいるだろう。他球団でも他球団と一緒に飲み行くとかないからね。あ、そうか、昔は特に。その時代はですね、うん、ただ、もしかったら太田拓さんとか大杉さんとか、はいはいはい、一緒に飲みに行ったりと飯食ったらすっげえ面白かったけどね。うん、掛橋さんも仲良かったですよね。あ、掛橋さん仲良い、飯食う、オフでも飯食うね。あ、最近、はい、去年かな、食べたのは、はいはい、うん、去年食べて。やっぱりでも野球界で一番仲良いのはやっぱり元阪神の池田近くなんですかね。仲いいっていうレベルじゃないですね。まあ、若菜さんもいるしね。あ、そうですね、うん、ぜひね一緒にやりたいしね。そうですね、そういう面では、はい、もう来年はですね、それ6万6万5600円の今忘れておきましょう。今は忘れましょう。神のみぞ知るの。じゃあ後で、はい、また後ほどということで、はい、後ほどで、はい、最低。いよいよですね、あと何分。あと3分です、これ。俺ダメだね、こういうの。あ、目がキラキラしてますよ。いやいや、自分でやる分はいいけど、うん、このなんか物に頼って馬に頼るやん、はい、で、人に頼る勝負って、はい、あんまり人来てなかったから、はい、野球でも自分やん。そうですね、だからね、こうで、あかん、ドキドキする。これで外れたらもう二度との競馬しないからね。え、もう絶対にもう当たりますよ。いやいや、なんかやる前から弱気ですね。いや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 、こんだけ買ったんですよ。いやいや。まあ10億持ってるからね。そうそう、気持ちは。でかい気持ちでいればいいじゃないですか。うん、いやいや、ダメなんだ俺。何年前かな。十何年前に一回、はい、番号を適当に言って当たったことがある。ああ。好きな番号。うわー、いいね。始まりますよ。いいね。いやいや。ドキドキ。今年の頑張れ。2番馬ってさ、実際見るとさ、見に行ったことあるんだ。はい、あの二人さ、すっごい綺麗だね。まあものすごくお金かけて大切に育てられてるでしょうからね。指令が、はい、吉彦って馬があるの知ってる。あ、知ってます知ってます、うん、俺の名前つけて、ね、1回どっかで優勝して、お、千代かどっかで、それからなんか消えたよね。あれ、なんか悲しいんだけど。あれ、オーナーに立てついたんですかね。いや、なんかどっか調子悪くなったんじゃないかな。語呂合わせ、来たよ。来ますよ。ね、この音。これパチンコだったの知ってる？ああ、知ってます。昔ですね。うん、ありましたありました。うん。これ。汗ほら、2番がっくりくるだろうな。いやいや、どうしてそんな弱気なんですか。今からですよ、声で弱気。来た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 、来たよ。さて、始まりますよ、いよいよ。引きつってますけど、引きつってますけど。やだ。さて、緊張してるよ、しほさん。じゃあ、じゃあ、いや、12は言ってる。おお、やっぱ1覚醒しとったもん。これどうなるのか、最後まで行くんかね。ああ、うん、16は入ってないもん。ドキドキしますね。2500やろ、足があるんやろ。でも嫌だ。おお、吸盤が動き出した。うん、でこっから足があるんやろな。やっぱ13来た、13来た、13来てますよ。13来るね、はい、
4番登りますかね。あ、13、9、来た。やっぱ来る。あ、4番来た。あ、6番か。14。14。10ないもん。え？枠は？釣りもせんかったよ。14って数字が一個も入ってないっすね。やっちまった。やっちまった。やっぱ占いが当たってるわ。あ、勝負事はダメって。今日ですね、うん。はい、どうもありがとうございました。そういうことで、はい、寂しい。お正月迎えそうです、お正月はみんなステイホームして、12月31日に宝くじ10億円じゃないですか。そうですね、ね、ね、まあいろいろありますわね、まあ、手に汗握って、はい、はい、どうもありがとう。9、14、13、7全くかすりもしなかったですね。まあですね、はい、すごい、どうもありがとうございました、本当に。65,600円、はい、はい、どうもありがとうございます。チーンですね、はい、こういうことするなってことです。わかりました。いやいやいや、しちゃいけないんですよ。またほらリベンジ企画を。いやいや、もう結構でございます、はい、いろんなんでリベンジします。うん、そうですね、はい、今日はありがとうございました。どうもです、結果チーンでした。チーンでしたね、はい、皆さんは楽しいお正月を迎えてください。どうも今回はありがとうございました。よしこチャンネル登録といいねを押してください。どうもありがとうございました。ちょっと待ってください、なんか忘れてません？何？当たったらスタッフがプレゼント用意してます。ちょっと待って、その罰ゲームはないだろう。まあお金もなくなったしですね、罰ゲームはないやろ。やった方がいいんじゃないでしょうかね。いや罰ゲームないでしょ。激辛とかじゃなくて普通に食べれるもの、今回はいいね。大食いでもないです。いいね、はい、何？何？ん？何？いやいや、フカヒレ？それ罰ゲームにならないじゃないですか。なんで？なんで？それ当たった場合はね、フカヒレだなって言ってたんですけど、うん、まあ、外れちゃったんで、うん、こう動きたいっていうことで、もう用意はされてますんで、まあ、次回の中でそれは出しときますんで。わかりました、はい、はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いいねもたくさん押してください。その前に登録をよろしくお願いいたします。